立浪ドラゴンズ、デッドラインを超える。もう、無理や。限界目前の中日、広島に2対1で敗戦したことで、借金を15に戻したドラゴンズ。若い選手の積極起用を掲げていた、立浪監督。しかし、3番レフト川越の起用に、ファンは頭を抱えている。昨日語っていた若手起用は、嘘だったのか。ブライト東海が凡退しても仕方ないと思える。大島と周平を下げたのに、川越は使うんや。石川かビシエドがいれば、あと1点は取れてたと思う。マジで指揮官は何考えてるんや。凛太郎のヒットだけがポジ要素やろ。マジで若手を起用してくれ、何でもいいから。マジで3番川越ってなんだよ。若手を積極起用するとか、嘘やん。石川より川越を起用する、素晴らしい監督。これが本物の立浪野球です。もう終わりや。カープにすら勝てないのに、どこの球団に勝てるんや。8回のチャンスで川越三振草。マジで、休養ラインやん。記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひよろしくお願いします。